2022年8月31日の日本のラジオ局日本放送で放送中の飯田浩司の OK 浩司アップに、数量政策学者の高橋洋一氏と、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉雄氏が出演して、ロシアによるウクライナ侵略の行く末について語っていたよ。南部ヘルソン州で反攻に転じたとされるウクライナ軍についても語っていたな。今はウクライナが反攻に転じているターニングポイントでもあるもんね。話題に上げるなってのが無理な話だよ。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がヘルソン奪還に乗り出したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ大統領府は8月30日、ヘルソン市及びその周辺、ドニプロ川以西などの地域において、昼夜を問わずに大きな爆発が絶え間なく発生し、激しい戦闘が行われているとの報告があり、多数の弾薬庫と、ヘルソン州内のドニプロ川に架かる橋3本を全て破壊したとしたほか、このヘルソン奪還作戦を担当しているウクライナ軍の南方作戦司令部が、3本の橋の通行が不能となったためにロシア軍が架けたとされる船橋や、ヘルソン州に設置されていたロシア軍司令部関連施設12カ所も攻撃して破壊したとしているよ。さらにウクライナ軍は同じ8月30日に、ヘルソン州において220回以上の砲撃を加えたとして、ロシア軍の戦車などの装備を多数破壊したと発表しており、ロシア軍が侵略を開始した2月24日の翌日にはほぼ全域を占領されたというヘルソン州において反攻に出たとみられることが明らかとなったらしいな。しかしながら、ウクライナのゼレンスキー大統領がウクライナ国民に対して、スマホなどからの情報発信を自粛するようにと発信したことなどから、南部での反攻の様子についての情報が遮断されていて、9月1日以降はザポリージャ原子力発電所関連のニュースばかりで、南部戦線の新しい情報がメディアからはほとんど発信されていないんだって。ウクライナ侵略戦争の帰すを握ることなると見られている、このウクライナ軍による反攻に対して、この日本放送の対談について、高橋氏はともかくとしても、コメンテーターとして人気がある小泉氏のコメントを額面通りに受け取るわけにはいかないとの声が上がっているみたいだぜ。なぜならば、小泉氏の配偶者はロシア人であり、小泉氏自身もロシアの兵器が大好きで軍事評論家になったというエピソードは有名で、政治家の鈴木宗男氏と同様のロシア通りの人物であるからだぜ。そのため、小泉氏が番組で語っている南部戦線での情報は、当然ウクライナ側から発信されたものではなく、ロシア側から発信されたものであろうと見られているよ。そうなんだね。ロシア通りの人物であるなら額面通りには受け取るのも難しい話になってくるね。小泉氏は対談の中で、わかっている限りだと、ヘルソン周辺に5方向くらい攻撃軸を作って反攻をかけたようであるが、今のところうまくいっている攻撃軸は、そのうち1本だけとされている。他の軸が陽動や偵察だったのか、もしくは反攻をかけたもののロシア軍の守りを突破できずに撃退されたのかは、まだよくわからないとした上で、うまくいった攻撃軸についても、どれくらいロシアの支配領域に届いているのか、本当にヘルソン市を取り返すことができそうなのかは、全くわからず、うまくいけば、ウクライナ側が初めて今回の戦争でロシア側に大きく反撃できる契機ではあるため、注目されているが、うまくいかなかった場合はウクライナ軍が最後に隠し持っている主力や戦軍が壊滅することにもなりかねないと述べているみたいだよ。ウクライナ側から伝わっている情報としては、ウクライナ軍が29日にヘルソン州においてロシアの第一次防衛線を突破したとして、ロシア軍の1個連隊がヘルソン州の陣地から撤退したほか、増援として送り込まれていたロシアの空挺部隊も戦場から撤退したと発表していて、オレクシー・アレストビッチ大統領府顧問も、ウクライナ軍が数カ所で前線を突破したと述べているらしいな。これに対してロシアに複数ある国営通信社がロシア国防省関係者の話として、ウクライナ軍がヘルソン州と、隣接するミコライウ州で攻撃を試みたが攻撃は失敗し、ウクライナ軍は大きな損失をかぶって撤退したと伝えているが、これらの報道についてはいずれの情報も裏付けが取れていないんだって。小泉氏の発言はこれらの情報を総合したような形になっているが、裏付けが示されていない点で関係者からの伝聞レベルでしかなく、額面通りに受け取ることできないとの指摘があるみたいだぜ。また、小泉氏はウクライナ側が市民に対して、スマートフォンなどによって SNS などへの情報発信を控えるように依頼していることについて触れ、市民が何でもかんでも見せてくれるわけではなく、ロシア軍もウクライナ軍も、おそらくアメリカ軍も、必ず戦線後方に特殊部隊を送り込んで情報収集活動はしていると指摘した上で、10年ほど前モスクワ在住だった頃の話を紹介し、長距離列車などに乗っているとモニターに列車の安全のお知らせのようなビデオが流れていて、
3線路に爆発物を仕掛けている人がいたら通報しろと乗客に訴求していたと語り、ロシアの情報収集活動が優れていることを強調しているよ。2010年頃のロシアはジョージアやチェチェンなど、旧ソビエト連邦を形成していた周辺諸国での紛争が絶えず、特にチェチェンのイスラム過激派によるモスクワ地下鉄爆破テロなどが発生していて、公共交通機関を狙うテロには敏感になっていたらしい。小泉氏はそのことには触れずに、ロシアは情報収集への意識が高いとのようなニュアンスで紹介しているが、当時のロシアが置かれた状況を考えるなら当然のことであろうし、今でも市民による通報は、反プーチン派取り締まりの手段として継続しているものと思われるよ。小泉氏は、わかりやすい解説や正確な情報分析だけでなく、ユーモアのセンスや茶目っ気があり、ファンが多いよね。だが、この番組で伝えた情報についてはその信憑性を疑う声があることも事実だぜ。ウクライナ軍の南部における反攻は、一気にヘルソン市を奪還するという電撃作戦ではないと指摘する軍事専門家が多いよね。小泉氏は反攻に失敗した際にウクライナ軍が崩壊すると懸念しているが、ここまでの経緯を見る限り反攻は電撃奪還作戦ではなく、ハイマース M270 マース2などの誘導型多連装ロケット砲システム G マースを用いて、前線のロシア軍部隊後方の補給路や弾薬庫、燃料庫、兵器装備軍需物資などの集積施設を攻撃しながら、ロシア軍を自ら撤退させる方針は変わらないと見る向きが多いみたいだな。現状において、ドニプロ川ドニエプロ川以西に展開しているロシア軍は、ドニプロ川に架かる橋がウクライナ軍の G マースによる攻撃で大型車両通行不能となっているため、ここ1ヶ月ほど満足な補給が受けられない状況下にあって弱体化し、士気が低下しているとされ、ウクライナ軍が防衛線を突破したというよりはロシア軍が防衛線を放棄して撤退したのではないかとの見方があるんだって。小泉氏が述べた通りに5本の攻撃軸でヘルソン市に迫っていて1本しかうまくいっていないことが事実だとしても、それは攻撃がうまくいっていないのではなく、自分の被害を最小限に止めたいウクライナ軍が時間をかけてロシア軍を追い詰めているというのが正解なのかもしれないな。強引に攻勢をかけて失敗した場合に大損害を被ることで、ここまで持ちこたえていた戦線が崩壊してしまうことをウクライナ側は十二分に承知しているものとみられ、南部戦線での反攻に関しても慎重に動いていたことを考えれば、小泉氏が指摘するようなウクライナ軍主力が壊滅するなどといった状況は起こらないと思うぜ。もしウクライナ軍が崩壊する事態が起こるとすれば、それはアメリカや北大西洋条約機構NATO諸国などが中心となって実施されている、最新型の兵器供与がなくなった時とする見方が多いみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。